コージー・パウエルは、イングランド出身のドラマー、ロックミュージシャン。その実力を買われ数多くのロックバンドを渡り歩き、ロックドラムヒーローの先駆者としても知られる。身長175センチメートル。ローリングストーン史選出、歴史上最も偉大な100人のドラマー43位。12歳の時に、学校のオーケストラの一員として、ドラムを始める。1960年代に、 セミプロのポップバンド、ザ・ソーセラーズに加わり、ドイツのライブハウスを巡る。1968年に、イギリスバーミンガムに移り住み、ザ・ムーブのベーシスト、エースケ・フォードのエースケ・フォード・スタンドや、セッションドラマーとして活動する一方、ザ・ソーセラーズのメンバー、デイブ・ボール、デニス・ボールらと、ビッグ・バーサを結成して活動する。1970年、ジェフ・ベックに見出され、 1971年に第2期ジェフ・ベックグループのドラマーとして名を挙げる。グループ消滅後はセッションドラマーとして仕事を続け録音した個人名義の EP ダンス・ウィズ・ザ・デビルが1974年になってスマッシュヒット作となり自身の名を冠したバンドコージー・パウエルズ・ハマーを結成する。1975年 リッチー・ブラックモアのレインボーのオーディションに応募し、第2期レインボーを支えるドラマーとなる。また、1979年に、初のソロアルバム、オーバー・ザ・トップ発表。テーマ1は、BBC の音楽番組、トップ・オブ・ザ・ポップスのオープニング曲に使われ、タイトル曲は、チャイコフスキー、序曲1812年に合わせてのドラムソロが収録されている。 レインボーでのパフォーマンスが認められ、1980年代には、グラハム・ボネット、ロバート・プラント、マイケル・シェンカー・グループ、ホワイト・スネーク、エマーソン・レイク・パウエル、ブラック・サバストハードロックを代表するドラマーとして、数々のレコーディングやバンドメンバーとして契約した。1990年代には、ベーシストのニール・マーレーと組んで、ブライアン・メイヤ、ピーター・グリーンのバンドに参加。 その他、イングベイ・マルムスティーン等と共演。レーサーへの転向を考えて一時期音楽をやめた。こともあるほど自動車の運転が好きだった。1998年4月5日、未明、イギリスブリストル郊外の高速道路にて、サーブ9センター棒、シートベルトをせず酩定下で運転かつ、ガールフレンドと携帯電話で会話しており、 時速 167km で中央分離帯に衝突事故を起こし、この世を去る。その2ヶ月後に発売されたブライアン・メイのアルバム、アナザー・ワールドが異作となった。コリン・ブランストーンのアルバム、ザ・ライト・インサイドが最後のレコーディングであるとの話もある。後日するように、死去から20年以上経った現在でも、根強いファンがいる。若くしてその実力を認められ、 1970年代から多くのロックバンドを中心に在籍した。しかも名だたる著名なグループが主であり、セッションやレコーディングのみの仕事も数多かった。また、ドラマーとしては、ケウナ、ソロや冠名義のアルバムも数多く制作している。実像は、職人肌で自分に正直な性分から一つの枠に収まる器ではなく、バンドを転々とした経緯から、 業界からは渡り鳥などとも言われた。ザ・フーのキースムーミーやレッド・ツェッペリンのジョン・ボーナ村と並ぶロックドラムヒーローの先駆者としても知られ、当時は地味だったドラマーの存在を華やかなプレイで一変させた。その実力を買ったツェッペリンのマネージャーピーター・グラントがジェフ・ベックも担当していたつながりで、ジェフ・ベックグループのオーディションに推薦してもらった経緯を後年に明かしている。 そのイメージとは裏腹に音楽に対しては貴重面であり、音楽プロデュースの方面に携わることも多かった。これまで在籍していたバンドの貴重なデモテープを個人で管理していたことが死後に判明している。死後、コージーの功績を称えるセレモニーやトリビュートライブが各地で行われている。2016年1月7日、イタリア人女性ピアニストの声かけで集った。 生前の仲間たちの下、コージーの故郷である、グロスタシャー州サイレンセスターのコームホールにて、青色記念堂板が設置された。没58年で開催された、この除幕式には、サイレンセスター市長マーク・ハリス、ブライアン・メイ、トニー・アイオミ、カール・パーマー、スージー・クアトロ、ニール・マーレー、バーニー・マースデン、トニー・マーチン、テッド・マッケンナ、ポール・レーモンド、ジョー・ゲイシン、 フレッドリーなどデビュー前から晩年にわたって音楽活動を共にした多くのアーティストが集まった。2019年には日本でもファンだった勇士が岡山市にて工事を称える施設博物館を開設し話題となっている。デビュー後からレインボーの末期まではラディックを使用していたがその後ヤマハに転校し生涯にわたってヤマハのドラムを使用し続けていた。 シンバルはパイステを使用。スティックは18から2 0ト、mm、ル系とかなり太く重いものを使用していた。本人はギターアンプを壁のようにするリッチー・ブラックモアに対抗できるようにレインボー加入以後に太いスティックに変えたと生前のインタビューで語っている。グリップはレインボーの頃まではレギュラーグリップとマッチドグリップを使い分けていたが晩年はもっぱら。 レギュラーグリップで通すようになっていた。ツインバスドラムをノーミュートで演奏できる数少ないドラマーであるといった説が広がったこともあるが、実際にはレインボー時代に来日した際、ヤマハが開催した科学技術館でのドラムセミナーでのインタビューで本人がミュートはしている。外からは見えない部分にミュートをしていると説明している。セッション参加を除く。ありがとうございます。